クリームウェブサイトをご覧の皆さん、どうも、かなぶんです。ボーカルギター谷口まぐろと、ギターの古賀隼人と、ベースの石田と、南野小泉です。はい、はい、今日は素敵な紫ですね。ねえ、素敵ですね。珍しい、青と白しか黄色に、うん、今日はやっぱこのために欲求不満の色って言われてる。そうなの、欲求不満を表すからって、モンモンしてる。唯一この色しか持ってなかったよね、その新しい服が。だから最近やめとこう。というわけで、はい、新しい作品、そうですね、ケビビボリューム2が出るということで、いろいろお話しさせていただきました、はい。まあ、それぞれね、好きな、うん、カップリング曲っていうのを選んだりとかですね、古賀がレピドシレレピドシレのエピソードを話してくれてきました、はい。でも本当にあの名曲揃いだと思います、うん、はい。もう全部A 面って言っても過言ではない、うん。で、もうそこら辺の B 面集とはわけが違います。うん、もう本当1枚のアルバムのような、最高に充実感のある1枚なので、ぜひ手に取ってほしいなと思います。新曲も入っております。うん、夜の窓辺から、という新曲。これが、まあ、カナブーンのこれからの、ニュースタンダード。ずっとね、長く付き合っていく曲になります。うん、まあ、ものすごく、この曲で渡したい、エネルギーというのが、たくさんあるので、ぜひ新曲も聴いていただきたいですし、あと「乗車必須の渡りお断りわわわバージョン」という、そうですね、亀田誠二さんをプロデューサーに迎え、うん、すごいもうかっこよすぎて笑える、かっこよすぎて笑えるというですね、和アレンジの、うん、僕たちの代表曲もリアレンジで入っております、9月19日発売ですので、ぜひ手に取ってください。ついでにボリューム1もね、セットで買ってくれたらもう俺たちのカップリング曲コンプリートなので、ジャケットもね、いい感じに並べれるので、つい一緒にね、飾ってほしいと思います、うん、はい、よろしくお願いしま す。そして9月の24日にはですね、僕たちの地元大阪で、野外ワンマンただい祭り、開催いたします、お祭りイベントです、うん、ですね、今年の夏こう、こう台風で中止になったフェスとかもありました、うん、まあ、それじゃなくても普通に今年はフェスに行けなかったとか、なんかこうお祭りらしいお祭りに行けてなかったとか、うん、そういう人にはぜひですね、まだ間に合いますから、はい、お祭り遊びに来てくれたらなと思います、うん、もう老若男女、もう0歳から、うん、0歳からもう0歳から限りなく、うん、楽しんでいただける、はいはいはい、ライブです、ぜひよろしくお願いします、でただい祭りちょっと遠いなと、うん、今回はどうしても行けないっていう人は、我々のツアーに遊びに来てくれたら嬉しいなと思います、はい、うん、47都道府県ツアー、そして55公演です、うん、そのツアーがあります、まあ、長年の夢ですね、うん、デビュー前こうなかなかいろんな各地ライブに行けないと、うんうん、悔しい思いをしておりました。それが今、ね、このタイミングで5周年を記念して、全国ライブしに行きます、うん、あなたの街で、会えたらと思いますのでよろしくお願いします。あ、じゃあ5周年のカラブもこれからよろしくお願いします。それではまた会いましょう。さよなら。